やいやい、みんなお元気、怖い。怖い。引っ越し日が決まりました。コンテンツ中に鍵ももらえることになり、来月の本当に言ってた中旬に引っ越すことになった。引っ越し日決定。だからクリスマス前、クリスマス、サンクスギビングは今の家だけど、クリスマスは新居だね。っていう、本当にいよいよ、嘘じゃない。っていう。これでさ、前の動画でね、言ってなかったと、前の動画、なんかね、もう本当にね、いろんなことがね、バババババッと起きすぎてて、本当にスピードが速すぎて、1週間でもガラッと変わっちゃって、もう2週間とかもっと変わっちゃって、1ヶ月で、まず1ヶ月前はさ、そもそもこんなことになってなかったわけだからさ、もうさ、この1ヶ月もう、大こっちゃなことになってるわけじゃん。でもね、前回の動画はさ、1週間も経ってないんだけどさ、そこからまたね、新展開がね、あるわけよ。で、定期的にこれを動画に撮っとかないと、もう、アップデートしきれないねーっていうね、話になるもんだから、ちょっとね、車の中でね、撮ってますけども、この駐車場で、何個私は動画を撮ったでしょう。皆さん、ここで私が何か物を食べたり、ただ喋ったりしてね、この駐車場で私は子供がいるとカミングアウトもしたでしょうよ。ええー、実はねって隠し子じゃないんだけどね、隠し、うん、そうそうそう、子供がいたんですよって、実はねってって話も、いろいろ思い出のあるね、もう本当に本当によ。だって年一で引っ越してた人間が2、3年同じところにいたわけだから、ちょっと愛着は湧いちゃうね。もうこの画角では、もう、引っ越したら撮れないっていうね。そうなんですよ。でさ、インスタとかで私めっちゃさ、空のさ、写真とか上げてんじゃん。だから景色はもう本当に、もうあと1ヶ月では見られなくなるっていう。何見せたかったのに、サンフランシスコの空っていう。今はね、タワマンまで行かないけど、まあまあね、この見晴らしのいい高さのアパートにたまたまなったから、景色がいい、空のね、写真がね、送れてるわけなんだけどさ、それがね、そうはいかない、家になっちゃうから、ほら、高くからは撮れないみたいなね。なんかいろいろ寂しくなっちゃうよねっていうね、なんかね、そうよ。まあ、車の中で撮ってることが多いから、もう、なんちゃ、みんなに撮ってみたら、もうなんちゃない話かもしれないけど、そう。だから、引っ越し、そう、めっちゃ今断捨離してんだけどさ、その家、前の動画で言ったか分かんないけど、龍が庭に来たっていう、それを見たその日、そのビジョンがね、家の内見してる時に、その庭に龍が降りてきて、この家だって言ったっていうビジョンが見えたっていう、その日に、内見一番目の家だった。結局その一番目の家だったわけ。で、庭がその見たビジョンの庭じゃないのよ。わかる？じゃないわけ。それで、いや違うかな、みたいな。ちょっと私の思ってる、なんか私がすごくリラックスできそうな、なんならリトリート行って、行った時にほら、コーヒー持ちながらなんか庭でふーってできるみたいなね、そういう庭が欲しかったわけ。それとはちょっとね、
あのかけ離れたっていうか、そのあの芝生じゃないから、なんかこうなんだろうな、もう裸足でバババババっていけないみたいな。でそれがちょっとなんかもううんって思ってたのね、思ってたの。そしたらね、あの干したら干したら、こっちからお願いしてやるわけでもなく、あの庭師にランドスケープのね、まあ、庭よね、庭のあの設計というか、あれをもうお願いしてくれてるわけ。えって、そうでしょって。それはもう私たちが、私、まあそう、だから私たちが引っ越す前までにそれが終わるようにやってくれてるわけ。えって、そんな、えって。だから多分私はね、どんな周波数を投げたのか分かんないんだけど、私がこういうのがいいって思うよりも上のものをちゃんと与えてくれることになってるっぽいぽい、そんな気がする、まあ、結局さ、そのさ周波数でさ、うん、まあまあ願望実現なんてもうさ周波数じゃない。だからさ、こうまあまあ、例えばクマのぬいぐるみが欲しいって言ったらさ、キツネのぬいぐるみが送られる可能性もあんのよ、周波数が似てたらね、っていう話 なわけよ。なんだけど、でも本当に今回に関してはなんかもう本当にもうあんま、うん、なんか、うん、もう私じゃないよ、誰かがもう本当にレールを敷いてて、私は本当転がされながら、お前どうせこれがいいんだろうって、お前どうせこれもう分かってるよって、お前が言いたいことは分かっとるぞって、もうやっとくやっとくって、全部先回ししてやってくれてる感じ、ほんとね面白くてね、っていう。もうほら、私庭のためにね、あのこもう郊外でもいいから庭の家が欲しいって思ってたぐらいだっで、なんでその庭が欲しいって言ったら、これ友達にも言ったんだけど、ね、$200-300ぐらいのなんかね、ふわふわした布団みたいなマットがあるわけ。で、それをビーチとかにペーンって、その布団をね、ちょっと小さめの布団なんだけど、ペーンって置いてゴローンってするみたいな。その、日向ぼっこ用のね、布団みたいなマットがね、欲しいのよ。で、それを、狙ってるわけ。もうね、売ってるところあんのよ。でも、私はそこのね、そこの、それをもうべらぼうにね、ずっとね、もう買いたい買いたい。でも、今の家ではもう、あの、どこでねんねんっていう、外で寝たいわけ。だから芝生の上とかに、その、なんかミニ布団、クッション、布団みたいな。ふかふかのね。それを置いて、枕とかも置いて、ブワッてもう、やりたいわけ。で、それがやりたいがために庭付きの家が欲しいみたいな。だからその3-4万の布団、まあ値段じゃないよね、その布団が使いたいために家が欲しいみたいな話なわけ。だからそれが使えないんだったら家いらないわけ、わかる？だから10億の家を用意されても、それが使えそうな庭がなかったら私その家いりませんっていうわけ、平気で。私そういう人間なのよ。いや、もったいないから もらえるだけもらっとこうみたいな考えじゃない。これがやりたいのに、これができないんだったらいりませんっていう人なわけ。だからすごいおかしなことになってるわけよ。私はその 3-4万円のものを使いたいから、まあ現実としてはさ、もう7億近いさ、7億円近いさ、家がさ、来たわけだけどさ、これが使いたいのよ。その7億円とかじゃなくて、こっちの、この布団、こっちを私は大事にしたくて、まあ、失礼な話なんだけどね。で、もうわかるかな、わかるかな、わかるかな、その日向ぼっこがしたいわけ。それが、その布団を使って日向ぼっことかしたいわけ。それがもうほんと叶うと思ったらね、みんなに私はその、この、これだぞと、この布団だぞっていうのを、まあ引っ越したら買うけど、その布団は布団っていうか、もうなんて言ったらいいの、もうクッション布団みたいな、
いやもうそれに寝転がりながら私はね、うん、もうみんなにね動画するよ、これだよって、これが私したくて庭のある家が欲しかったと、この布団を買って寝転がりたかったと、それを思ってたら家が来たんだから、そう、わかる？願望実現とはそういうことらしいです。家が欲しいとかじゃないの、私はこの布団で寝たい、日向ぼっこしたい、そしたら7億来るっていうね、そういう、もう意味わかんないでしょ、そういう、そういうもんみたいだよ周波数ってそういうもんみたいだよ、だからそれをやるなんで、やるんだ、それをやってピンクがうーわ最高って思える空間ができるためには、そのあのバカみたいな金額の家が必要だったわけよね。でうちらの資産ではさ、もう買えないわけですよ、もう無理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 じゃん。でも私はその布団に寝たいから、それブレずに、そしたらね、あの本当に全然知らないところからね、あの家が来たっていう話になるんだけども、そういうことです皆さんね。あのね、あのなんだろうな、こう物質的なお金とかじゃない欲望、欲望をピュアに、私はここで日向ぼっこしたい、ふかふかの布団でみたいな、このピュアな、そのわかる、お金とかじゃないわけ、日向ぼっこ太陽浴びたいみたいな、リラックスしたいみたいな、日焼けしたいのみたいな、本当にマジもうねクソガキみたいなことをね言ってたら叶うわけだから、それができる環境がバババババババカチ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 ドーンみたいな、布団買ったらお知らせします布団買って、私はだから布団を買ってそこで日向ぼっこしたらとりあえず完成なわけよ。いやもう最高最高ですよ。それができるんだから、その引っ越しすることじゃなくて私そっちがしたいから、もう最高、もうそれを考えただけでね、もう私もう早く冬終わんないかなと思ってる、早く冬終わって私そのふかふかの布団で日向ぼっこしたいのよ。もうテンション上がっちゃったね、もうその日向ぼっこできると思っちゃったらすごいよ。もう家とかじゃそれがしたいから、その布団その布団よ。ちょっとさ、これそうだね、だからこれあのサブスクに入ってくれてるみんなのほらさ課金してくれてるじゃない、だからその課金してくれてるそのお金から私買おうかな、その布団。超上がんない、みんなが買ってくれたみたいなもんだよ。そうだね、そうしよう。それは、それは私個人の口座に入ってるのよね、その YouTube の、 あのお金って。あ、それで買おう、そうするわ。みんなが私これもう私これが夢だったんでござんすっていう、その布団を私はみんなのサブスクで払ってくれてるそのお金から買わせていただきます。え、ありがとう。ありがとう。みんなが私の夢を叶えてくれる。あ、そうしよう。ああ、嬉しい。ありがとう。そうするわ。じゃあ、買ったらまたご報告するね。じゃあねー。